こんにちは、りょうです。今回のお腹痩せ企画3週目、朝にやると100倍痩せる、ひねり体操、一緒に頑張っていこう。最初の種目は体をゆらゆらひねっていこう。息を吐きながらひねってあげてね。お腹にもぐっと力を入れて行ってあげよう。またこのチャンネルではダイエットに役立つ情報を毎日投稿しているので、見逃さないようにチャンネル登録して待っていただけると嬉しいです。感想やリクエストもコメントにじゃんじゃん書き込んでね。それではもう少しだよ、頑張って、その調子。いいね、いいね。さあ、しっかりひねっていく。5、4、3、2、1。はい、OK、ナイスファイト。そしたら次の種目。体を左右にひねっていく動き。息を吐きながら体をひねっていってあげてね。スタート。息を吐きながらゆっくりで大丈夫だよ。そう、その調子。頑張って。それではもう少し。3、2、1。はい、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目、万歳しながら体をひねっていってあげよう。息を吐いて、こちらも体をひねってあげてね。よーい、スタート。お腹にグッと力を入れて、万歳をすると腰が反りやすくなるので、腰を反らないようにお腹にグッと力を入れて行ってあげてね。そう、その調子。脇腹を意識しながら行って、綺麗なくびれを手に入れちゃおうぜ。そう、頑張れ。それではもう少し。3、2、1。はい、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目、前習いをして体をひねっていく動き。腕をしっかり前に伸ばして行ってあげてね。それではスタート。息を吐いて体をしっかりひねっていく。腕もね、しっかり伸ばしたまま振っていってあげよう。いい感じだ。それではもう少し。3、2、1。はい、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目は、体をひねりながら太ももをタッチしていく動き。息を吐いて体をひねってあげてね。それではスタート。タッチタッチ、そう、ゆっくりで大丈夫だからね。お腹にグッと力を入れて、体を丸めながら太ももをタッチしてあげよう。第3週目のお腹痩せ企画だけど、どうかな。ここまで3週間お腹痩せのトレーニング頑張ってるよっていう方、これからもね、あと1週だからね、頑張っていこう。一緒にね、お腹マイナス3センチ目指していくよ。もちろんマイナス3センチできなくても大丈夫。結果より過程が大切だからね。もう少し頑張って。オッケー。そして次の種目は、手を耳に当ててひねっていく動き。息を吐いて体をひねってあげてね。それではスタート。しっかりお腹にグッと力を入れてひねっていく。そう、いい感じ。目線はまっすぐのままでもオッケーです。で、顔も一緒にひねってしまうと目が回っちゃうよ。で、そのことによってなんかちょっと気持ち悪くなってしまうよという方いるかもしれません。なのでね、目線はまっすぐでもオッケーです。そう、その調子、いけるぜ。それではもう少し。3、2、1。はい、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目は、腕を横に伸ばして腰をひねっていく動き。指先はピストルポーズをしてあげてね。それではよーい、スタート。お尻をふりふり、そう、振っていく。腰をひねっていく。脇腹を意識して行ってあげよう。足は完全に閉じてあげて、腕をしっかり横に伸ばしながら行っていく。これ実は新垣結衣さんもやっているお腹痩せエクササイズなんです。そう、頑張って。それではもう少し。3、2、1。はい、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目は、肘と膝をくっつけていく動き。息を吐いて肘と膝をくっつけてあげてね。脇腹を意識しながら行っていこう。レッツゴー。そう、頑張って。
さあ肘と膝をくっつけていく。体をひねりながら、いい感じだ。もちろん肘と膝がねくっつかないよという方大丈夫です。完璧にできなくても OK。 今のあなたにできる範囲でベストを尽くせたなら素晴らしいことだからね。いい感じ、頑張れ。それではもう少し、3、2、1、はい、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目、もも上げ&体をひねっていく動き。息を吐いて太ももを高く上げて上げて、それではスタート。太ももをしっかり上げて、そう、腕を横に振り体をひねっていく。太もも痩せ、お腹痩せ、浮き輪抜く解消に効果的、一石三鳥、ウレピーマンなんてこったヤバタニエンでございます。そう、その調子。それではもう少し、3、2、1、はい、 OK、 ナイスファイト。そうしたら次の種目、腕を左右に振り体をひねりながらしゃがんでいく動き。これ楽しいぜ。よーい、スタート。そう、左右に腕を振って体をひねり、そう、しゃがんでいく。太もも痩せ、お腹痩せ、はい、浮き輪肉解消に効果的でございます。素晴らしい、タケ。その調子、楽しくやっていこう。笑顔を忘れずにね。それではもう少し、3、2、1、 OK、 爆上、ナイスファイトだ。そしたら次の種目、体をひねってつま先をタッチしていく動き。息を吐いて体をひねり、体側のつま先をタッチしてあげてね。スタート。つま先をタッチしていく、いい感じだ。お腹にグッと力を入れて、脇腹を意識しながら行ってあげてください。そのままのね、学生の頃にね、あ、好きな人ができました、もう好きな人しかもう気にならない、もうね、授業してても何をしててももう好きな人ばっか考えちゃう、そのぐらい脇腹を考えて意識してあげてやってあげてください。そう、いい感じだ。3、2、1、はい、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目、体をひねって床をタッチしていく動き。さっきはつま先立ちだったけど、次は床をタッチしてあげよう。スタート。そう、床をタッチして体をひねって天井を見上げていくイメージ。もちろんこちらもですね、床タッチできなくても大丈夫です。体をひねってあげるイメージだけでも全然 OK なので、今できる範囲で頑張ってあげてください。さっきね、つま先をタッチしていたら、床くんもですね、床もね、タッチしてほしいよってちょっと床からリクエストをいただいたので、じゃあ床もタッチしてあげよう。はい、愉快でございますよ、床だけに。はい、頑張って、3、2、1、はい、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目、これラスト1種目で一緒に頑張っちゃおう。腕を左右に振って腰をひねっていく動き、楽しく終わっていこうぜ。スタート。ルンルンって感じです。そう、いい感じ。しっかり腰をひねり、体をひねって腕を振っていく。脇腹を意識して、お腹にグッと力を入れて、受け肉解消、ポクロ中解消効果、そして肩幅がすっきりしてくれます。その調子、いける。ラストだよね、一緒なら頑張れる、一人だと頑張れないことも、二人、いや、みんななら頑張れることってたくさんあるよね。そう、一人じゃ乗り越えられないことも、一緒なら乗り越えられることってあると思うんだ。はい、オッケー、乗り越えられました、よく頑張りました。自分のことしっかり褒め褒めしてあげてくださいね。また来週第4週目最後、一緒に頑張っていきまっちょです。お疲れ様。Thank you.